ざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけれども、最新情報ということでやっていきたいなと思います。見たくないよという方はですね、ぜひ動画をですねブラウザーバックしてください。ではやっていきましょう。まず一つ目ですね、こちら赤属性のキャラクターがピックアップされた、かけら付きのいつもの3ステップガチャとなっているんですけれども、こちらのガチャは引かないでください。かけらがないよっていう方はもしですね引きたいよって方は引いてみてください。個人的な意見としては引かないでください。続いてなんですけれども、ルフィのガチャになりますね。なんと最初のステップガチャが20回で、続いて30回で、続いて40回となっているんですけども、合計70個あれば、なんと、かけらが50個もらえるので、今、最近ですね、ヤマトが出たばかりだと思いますので、かけらがないよっていう方、たっくさんいらっしゃるのではないのかなと思います。結構これ、お得なガチャの分類には入るかと思いますので、皆さんぜひともですね、かけらがない方は狙ってみるのもありなのかなと思ったりもします。皆さん頑張ってかけらをねガンガン集めてみてください。続いてなんですけれども、ルビーの誕生日記念第2弾のイベントですね、本日中もしくは明日の14時までにイベントのミッションを終わらせないと、せっかくのですね、ダイヤだったりバトルポイント、いろんなね報酬があるかと思います。皆さんリーグのミッションが終わってない方はですね、ぜひともですねイベントミッション達成忘れないようにしてみてください。続いてですが、ゴールデンファイナル第1弾の方もですね、こちらなんとかけらとかももらえたりするイベントのミッションがあったりするんですが、これも残り1日となっていますので、皆さんこちらのイベントのミッションもぜひとも達成してみてください。かけらがですね足らない方たくさんいらっしゃるかと思いますので、これをミッション達成するだけでかけらがもらえますので、皆さんこちらも忘れないようにしてください。続いてなんですけども、ルフィの誕生日記念ガチャ第2弾の方ですね。こちらなんと明日までとなっております。ナミちゃんやらルフィくんのメダルが欲しい方、ぜひとも2回目はですね、無料となっていますので、1回だけ引いて無料をね、チャレンジしてもらうのもいいのかなと思っています。個人的な意見としては引かないでいいかなと思っていますので、ルフィくんとかナミちゃんが欲しい方はぜひとも狙ってみてください。今回動画は以上となっています。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またな。